福丸、行くぞ。出発進行なのだ。なんなのこれ、どうして襲ってくるのよ。とにかく逃げなくちゃ。逃げるってどこに。ここは島なのよ、逃げ場なんてないじゃない。それはそうかもしれないけど。もうダメ、囲まれてる。みんな大丈夫。神楽坂さん、それにクズリオさんに、満腹丸さんも。ここは危ないわ、早く逃げて。逃げるって言われてもどこに逃げればいいの。何が起こってるの。説明したいのは山々だけど、そんな時間はないの。どんどん島のロボットたちが集まってきていると。このままだとまずい。クズリュウの言う通りだね。まさかこんな強硬手段に出るなんて思わなかった。それだけ向こうも必死ということだろう。とにかく今はみんなを逃がさないと。出ないとみんな取り込まれちゃう。でも逃がすってどこに。島にいる限りどこにも逃げ場はないぞ。うん、そうだよね。バルキリー確保する。確保、確保。お姉ちゃん危ない。このお姉ちゃんから離れろ。ありがとう、助かったよランカちゃん。どういたしまして。お姉ちゃんのためならこれぐらいお安い御用だよ。さっきよりもロボットの数が増えてきたな。グズグズしている暇はなさそうだ。これからどうするのか早く決めた方がいい。あ、そっか。あ、びっくりした。どうしたのお姉ちゃん。何かひらめいたのか。うん、島にいるのがダメなら外に出ちゃえばいいんだよ。なるほどね、島の中で逃げ回る必要はないんだ。島から逃げ出す方法を考えればいいのか。ならばこの島への出入り口は一つしかない。港だ。とりあえずみんなを港湾地区まで逃がそう。船があったらそれを乗っ取っちゃおう。船がなかったら。その時考える。今一つ不安だが、どちらにせよ島から出るには港へ行くしかない。よし、港湾エリアまで私が結露を開く。お前たちは5期生を誘導して後からついてこい。ももちゃん一人に任せるわけにはいかないよ。私も一緒に。ダメだ。え、どうして。こんな雑魚どもとの戦いで万が一にでもお前を失うわけにはいかない。私たちバルキリーをまとめるのは月影でも稲川でもない。リンカ、お前だ。私が5期生のみんなをまとめる。さっきの金剛との戦いを見てそれがよく分かった。リンカならきっとみんなを未来に導ける。お前はみんなを導くんだ。行け、リンカ、ランカ、みんなを頼んだぞ。分かったよ、無事でいてね、モモちゃん。港で落ち合おう。絶対だよ、クズリュウ。では、満腹丸ちゃんも避難を。待て、満腹丸。お前は私に付き合ってもらう。ま、どうしてなのだ。ロボットだけなら、私一人でどうにでもなるんだがな。しかし、バルキリーを相手にするとなると、こっちも相棒が必要だろう。バルキリー、そんなのどこにいるのだ。あら、気づいていたんですか。さっきがダダ漏れだ。1キロ先からだって気づく。ほら言ったじゃないの。ちっ、こんなのとくまなくちゃならないなんてついてないわ。一般的な女子高生は気配なんて消せないんです。
あなたやモモさんと一緒にしないでください。何の用だ。私は今忙しい。しらしらしい。分かっているくせに。5期生全員を連れておとなしく登校なさい。これは理事長命令です。断る。これで用は済んだな。理事長のところでもどこでもさっさと帰る。バカにして。バカにしてなどいない。私たちのことを心配してくれているんだろう。心配？笑わせないでくださいます。どうして私が、あなたたちのような反逆者の心配をしなくてはならないわけ？あなたたち、本気で指針を倒すつもり？いえ、指針すべてを倒せたとして、島から出るですって。モモ、まさかあなたが、リンカにほだされるとは思ってもいなかったわ。ほだされたんじゃない。信じたんだ。どっちでも同じでしょ？外の世界がどんな場所か知っているはずでしょうに。承知の上だ。私とリンカで何とかしてみせるさ。ちっ、マナ、港湾地区までの戦闘ロボットを全て下げなさい。そんなことをしてどうするつもりですか？戦闘ロボットじゃ手ぬるいわ。私が直々に現実ってものを教えてあげる。予定とは違いますが、まあいいでしょう。自分が正しいと思うのなら、それを証明してみせなさい。望むところだ。港湾地区で待ってるわ。理事長先生が正しいということを存分に思い知らせて差し上げます。港まで一気に駆け抜けるぞ。満腹丸、遅れるなよ。おんぶしてもらっても？却下だ。自分の足で走れ。私より先に着いたらカツ丼を奢ってやる。がぜんやる気が出てきたのだ。ピーちゃん、早く行くのだ。ああ、行くぞ満腹丸。あやいさん。準備はいい？ピーちゃん腹ペコだよ。私を本気にさせてくれ。はっ、レッ、タロンこっちだ。はっはっ、刻め。はっはっ、50コンボ突破。しのぎ切る。その程度しのぎ切る。つらのこっちだ。はっ、消えろ。レッ、はっはっ、100コンボ突破。邪魔だ。無駄。その程度。はっはっ、レッ、はっ、こっちだ。200コンボ取る。ドラグ満腹ない。いくだ。砕ける。こっちだ。やっ、邪魔だ。各部倒れを砕ける。300コンボ。邪魔だ。取る。こっちだ。邪魔だ。しのぎ戦、砕ける。終わり。400コンボ。刻め。倒れろ。私を本気にさせてくれ。ドラグピーちゃん。砕け。吐く。刻め。貫く。消えろ。砕ける。邪魔だ。ようこっちだ。遅い。そこだ。避けられるか。どこを見る。飛べ。まだまだ刻め。押さえちゃう。飛べ。よけろ。はっ、たくたく。刻め。うせ。実践。うん。はっ。やっ。しのぎ切る。ドラグ。もう、潰れ。そこだ。こっちで50コンボ突破。刻め。終わり。旋風。砕ける。殲滅。飛べ。進める。
くらえ。いただく。確保。いくらでも相手になる。消えろ。こっちだ。ハッハッハッ。終わり。消えろ。先生くらえ。ハッ。その手倒れ。先生の先生。ハッ。鬱陶しい。貫く。ゴーストスライド。先くらえ。失せろ。トロン。こっちだ。やっやっ。覚悟。砕けるこっちだ。ゆっはっ。貫く。逃がさない。邪魔だ。策を失せろ。はっ。終わり。いくらでも相手になる。飛べ。こっちだ。ゆっ、撃せろ。くらえ。覚悟。砕ける。50コンボ突破。100コンボ突破。ゆっ、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 こっちだ。扇風。無駄。かわせるなんて思わない。休憩は終わりだ。さようなら。邪魔だ。先生よ、こっちだ。そこでっちだ。やっやっ、倒れろ。貫く。こっちだ。遅い。そこだ。遅い。よけ。終わり。やっ、邪魔だ。くらえ。砕ける。倒れろ。よけ。こっちだ。先生覚悟。砕ける。覚悟。やっ、飛べ。こっちだ。200コンボ取った。うせろ。邪魔だ。終わり。やっ、はっ。くらえ。砕ける。扇風。避けられるか。一瞬終わらせる。ゴーストスライド。押す。こっちだ。いや、砕ける。刻む。よけ。こっちだ。飛べ。逃がさない。うせろ。せ、うせろ。倒れろ。飛べ。300コンボ突破。飛べ。こっちだ。刻む。終わり。くらえ。倒れろ。はっ。はっ。進める。くらえ。うせろ。扇風。失せろ。くらえ。砕け。覚悟。扇風。くらえ。砕けろ。終わり。私を本気にさせてくれ。はっ。そこ。こっちだ。いや、砕ける。先、邪魔だ。覚悟。ルッ。ボスもこっちだ。砕ける。
すさ…仕事だわ。さっさと片付けましょう。やめますか。恐れちゃう。これどこに砕ける。避けられその程度。恐れちゃう。こっち。覚悟。うせる邪魔だ。倒れろ。終わり。これでいくと。無駄。コネクト。
役立たずなだけでしょうが。何か言った？いいえ、何も。ももちゃん、満腹丸ちゃん、大丈夫だった？ご帰省たちは後から港に来るよ。何グループかに分けてえっちゃんが誘導してる。そうか。あれ、稲川とバイオラまだいたの？とっくに逃げ帰ったと思ってた。自分が勝ったわけでもないのに偉そうにしないでくれます？シスコン妹さん。な、誰がシスコンよ！あなたしかいないでしょう。私はシスコンなんかじゃないよ。ただお姉ちゃんが大好きってだけなんだから。それがシスコンだって言ってるんです。あなたバカなんですか？なんだと！まあまあ、ランカちゃん落ち着いて。稲川。あら、何ですか、惨めな負け犬の姿を嘲笑うつもり？そんなことはしない。ふん、どうだか。ええ、私は理事長先生の犬だわ。踊らされていると分かっていて、そのくせ逆らうこともできない哀れで滑稽な劣等生。笑いたければ笑えばいいでしょ。あ、何です？稲川は本当に理事長に従うつもりなのか？当然でしょ。 V ウイルスを治療したいならあの人に従うのが最善の道です。私はそうは思わない。確かに島の外へ出ればいろいろな問題が発生するだろう。いろいろな問題ですって？兵器官に囚われて兵器に改造されるとはっきりおっしゃいなさいな。だが私たちはそうはならない。なぜそう言い切れるんですか？私たちの意志で未来を変えるからだ。何ですかそれは。意味がわかりません。未来なんてないわ。あるのはただの地獄よ。そんなことはない。みんながいればきっと。うん、私もそう思うよ。笑わせないでくれます？みんながいればだなんて、よりにもよってあなたが口走るとは。この島で初めて会った時、自分で言ったことを忘れたんですか？パートナーなんて必要ない、自分以外はみんな死ぬって、そう言っていたじゃありませんか。散々他人を拒絶していたあなたが今さら都合のいいことを口にしないでください。マナちゃん、そこまで言わなくても。そうだな、稲川の言う通りだ。あの時私は稲川が差し出してくれた手を振り払ってしまった。その通りです。本当に今更ですが。何ですか、文句でもあるんですか？すまなかった。え、稲川の優しさを私は素直に受け止められなかった。謝る。
私はひどい人間だった。そんな風に謝られたって今さらどうしようもないでしょ。都合のいいことを言っているのは分かっている。だが、できることなら最初からやり直したい。そして今度こそ稲川と友達になりたい。何を言ってるのか。友達ごっこがしたいなら V ウイルスを治療してからでも十分でしょ。はあ？何言ってるのよ。そんなことできるわけないじゃない。今のままではそうですね。だけど指針に取り込まれ時間を止めればいつかは可能でしょう。そんなの絶対ダメだよ。これは私と桃さんの問題です。関係のない人は口を挟まないでください。そうじゃない。ウイルスを治す必要なんてない。それは私と友達になるつもりはないということでいいですか？違う。私たちはヴァルキリーだからこそお互いに通じ合えるんだ。生まれた場所も育った環境もそれぞれ違う。だがこのウイルスを宿しているから、ヴァルキリーだから、お互いを分かり合える。お前の優しさは刃を交えた私が知っている。何を、勝手なこと。そういえば満腹丸ちゃんがお腹が空いて動けない時とかおやつを買ってくれたのだ。それは豚を餌付けしようとしただけです。でもおやつは美味しかったのだ。満腹丸ちゃんは進んで餌付けされますが何か。へえ、そんなことしてたんだ。優しいね、マナちゃん。余計なこと。満腹丸だって分かってるんだ。力を貸してくれとは言わない。私に手を差し伸べた頃の気持ちを思い出してくれ。私のことをそんな風に思っていてくれたんですか。裏切って理事長先生に手を貸そうとしていたこの私は友達だと。もちろんだよ、マナちゃん。この島に来て最初に会った大事な大事なお友達だよ。正直あの頃は稲川頼みだったもんね。私とお姉ちゃんだけだったら入党手続きもできなかったよ。一度餌付けしたからには責任を取ってもらわないとこっちとしても困るのだ。くだらない。これ以上は付き合ってられないわ。行くわよ、マナ。どうしたの？さっさと行くわよ。私はやれやれだわ。どうやらあなたもそこのアマちゃん連中と同じみたいね。あなたみたいなヘタレと組んだところでまともにドライブできるはずもないわ。何ですって？興味が失せたわ。さよなら、マナ。友情ごっこでもおままごとでも好きにするといいわ。私ったら何をしているんだか。せっかく理事長先生に取り入ったのに、これでは元の木阿弥じゃありませんか。すまない、稲川。謝らないでくれますか。私は私の意思でここに残ったんです。それじゃあマナちゃん。そこまでです。ご存知先生。もう港まで来ていたなんて危ないところでしたわ。悪い子たちにはたっぷりとお仕置きして差し上げなくてはね。